どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、はるです。いやー、この時期がやってきましたね。ロルバーンダイアリーの2025年版発売されました。イエイ。今年はですね、オンライン販売が2024年の8月9日金曜日からで、直営店の方が8月10日の土曜日から発売されたということで、私も今ね、この目の前にある予約会以外にもウェブオンラインストアの方で購入したものもあるんですけど、今回の動画はこちらの動画でね、紹介させていただいてました。お披露目会で予約させていただいたものを取りに行ってきましたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。先ほどのお披露目会の動画、まだ見てないよっていう方いらっしゃいましたら、デルフォニクスさんの2025年版のダイアリーっていうのが525週だったかな、発売されまして、で、ほとんどがね、動画の方に映ってるんじゃないかなと思うので、よければね、そちらの方もご覧になってチェックしてみていただければと思います。ね、あとこちら、そのお披露目会で予約購入するといただけるサンキューパスっていうのもね、いただいてきました。お披露目会で予約購入した時点でもらえるんですけど、あの前のね、動画でもお話ししてたかなと思うんですけど、私が行った時には今欠品中ということで、予約品のお渡し時にこちらの方もいただけるということだったので、いただいてきました。こちらね、今ここに QR コードがあるので隠してるんですけど、あの予約購入してくださった方へ感謝を込めて、次回以降のダイアリーイベントで限定特典を受けることができる特別なパスステッカーですということでね、特典内容はその時のお楽しみということでね、大切に保管しておいてくださいということなので、この中かな、はい、あのポケットのところに入れておこうかと思います。なくさないようにしないとですね。はい、では早速こちらの紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目に私がお迎えしてきたのが、こちらのロルバーンダイアリーの横型 L というサイズですね。こちらは2024年10月から2025年12月まで使える、10月始まりのものになります。まあ、今回ね、紹介するロルバーンと、まあ、デルフォニクスさんの手帳、すべてね、2024年10月から2025年12月まで使えるものになっております。じゃあ早速開けていきますね。はい、開けてみました。ちなみに、はい、こちらですね、ロルバーンダイアリースネークの横型 L ライトピンクの色を私は購入してきました。はい、ロゴの箔は金ゴールドで、リングもゴールドのものになっておりますね。来年2025年がね、干支が蛇ということで、こちらお迎えしてきました。ちなみにお値段は税込み価格1870円ですね。そしてこちらですね、私はライトピンクをお迎えしたんですけれども、他に4色、計5色色がありまして、他にオリーブ、クリーム、ライトイエロー、ダークグリーンも発売されております。ちなみにロゴの箔とリングについてなんですけれども、オリーブがロゴもリングもカッパー、そしてクリームがロゴがブラック箔のリングがグリーン、で、ライトイエローがロゴがピンク箔でリングがホワイト、そして最後にダークグリーンがロゴがホワイト箔でリングがカッパーになっています。でね、今回横型っていうのを実は初めて購入しまして、これ何がいいかっていうと、ロルバーンダイアリーいつもね、何冊かお迎えするんですけど、そのうちの1冊は机の上に置いておいて、スケジュールをすぐに書き込めたりとか、あとこれしていこうっていう予定とかをね、ちょっと書くのに置いていたりするんですけれども、今使ってるのこれですね。これがあのこう見開きで1ヶ月になってるんですけど、はい、こんな感じで見開き2ヶ月見れるようになっていて、さらにこんな感じであの1ヶ月だけをね、横長で見ることができるっていう、これが私すごくいいなと思っていて、いつもこの横に置くときにちょっとこういう感じのイーゼルにこういう感じで立てかけてるんですね。これこういう感じで置いていろいろ作業とかしたりするので、この見開きで見れるのがすごくいいなっていうのが、横型にしかない魅力だなっていうふうに思いました。ちなみにイヤーカレンダー、イヤースケジュール、で、
こういう感じになっていて、でマンスリーのページと、あと方眼、5ミリ方眼のメモが140ページあるそうですね。であとはここにクリアポケットが5枚ついてます。これ横型なのでこういう感じ。ここの方眼のページなんですけど、こちらのね L の大きさと記入面積一緒みたいです。確かに記入面積は一緒ですね。ですごい、これ本当にあの説明のところを見なかったら気づかなかったです。でこちらにもねちょっと見にくいかもしれないんですけど、ここに切り取り線があるので、ここで切ったこのページを後ろのポケットに入れることもできますね。はい。あとリング径は L のロルバンダイアリーよりは小さくなっているみたいです。だいたい2センチぐらいに対しての 1.5 ぐらいかな、 0.5 センチ違いますね。はい、2つ目はこちら、フィオーレの M サイズをお迎えしてきました。開けてみますね。はい、開けてみました。こちらのフィオーレ M ホワイトの色を私は選んできました。こちらお値段は税込み価格1310円になっております。でこちら M サイズ私はお迎えしてきたんですけれども、他にもね L サイズ A5 サイズも販売されてます。こちらのフィオーレはレトロな壁紙をイメージしたロルバーンダイアリーということで、箔がねすっごく綺麗なんですよ。わかりますかね、このあたりとか、あとお花のところですね、それぞれに箔があって、とっても素敵ですね。裏はねこう他の L と一緒で柄はないんですけれども、もうね十分ですよね。この表紙もうほんと素敵。ロゴはゴールドの箔に、リングは同じくゴールドで揃えられていて、こちらのホワイトの色の他にあと2色グレージュとダークブルーっていうのも発売されていて、グレージュの方にはライトパープル箔にリングがカッパー、そしてこちらのダークブルーの方にはロゴがシルバー箔でリングがシルバーになっていて合わせられてますね。なのでねこのフィオーレ3色展開となっております。じゃあ中見ていきましょう。こちらもねロルバーンダイアリーの L と同じで、こちらにイヤーカレンダー、イヤースケジュールがあって、マンスリーのページ、そして方眼のページ、こちらの方眼のページは5ミリ方眼の125ページあるそうです。でクリアポケットはこちらも5枚ですね。 1,2,3,4,5 枚ついてます。では3つ目、こちらがアメリカンスイーツのデビルズフードケーキということで、開けていきたいと思います。はい、開けてみました。こちらですね、アメリカンスイーツ、こちらはね L サイズで購入してきました。 C という風に表記、こちらですねあるんですけれども、アメリカンスイーツが全4柄ありまして、 ABCD っていう風に表記がねこちらされてるんですけれども、 A がアイスクリーム、 B がドーナツ、 C のこちらがデビルズフードケーキ、 D がホットケーキの柄になっております。なんか食べ物系ってなぜか ABCD 表記多いですよね。なんか前にもそれがあった気がしますね。でこちらのアメリカンスイーツのシリーズなんですけれども、1960年代以前の雑誌広告をイメージした表紙になっているそうです。すっごいなんかおしゃれですよね。確かに雑誌とかに載ってそう、ね、で私がねもう特に気に入ってるのがここ、このチェリーの色がすごい好みで、まあね、ケーキもすごい美味しそうですよね。お腹減ってきちゃう、大変でこちらなんですけれども、こちらの方もここのロゴの箔とリングの色っていうのが全4柄それぞれ違っておりまして、こちらのデビルズフードケーキはゴールド箔にゴールドのリングになってるんですけれども、A のアイスクリームはロゴがピンク箔、リングはシルバー、そして B のドーナツはロゴがグリーン箔のリングがカッパー、そして最後 D のホットケーキ、こちらがロゴがシルバー箔にリングがブラックになっています。そちらもねウェブショップとか、あとお店の方とかで
実際にチェックしてみてください。やっぱりね、ウェブショップの方だと箱の感じがもしかしたらね、分かりづらいかもしれないので、お店で販売されているのをチェックしてみるのが一番いいかなっていうふうに思います。でもね、結構このアメリカンスイーツのデザイン人気みたいで、欠品するの早いんじゃないかなと思うので、今だったらまだね、あるかなと思うので、早めにね、チェックされた方がいいんじゃないかなというふうに思います。こちらも2024年10月から2025年の12月まで使えるもので、こちらも同じく中はイヤーカレンダーがあって、イヤースケジュールがあって、マンスリーのページがあって、あと方眼のメモのページ、こちらは5ミリ方眼で165ページ、メモのページがあります。で、こちらの後ろのページにはクリアポケットが5枚入っているというような感じになっております。お値段はこちら、税込み価格1650円になっております。はい、最後にお披露目会で予約購入させていただいた4つ目のダイアリーがこちらでございます。ちょっとね、反射するので開けていきますね。はい、開けました。こちらがアメリカンスイーツ D ホットケーキの柄ですね。で、こちらは税込み価格2860円になっております。サイズは B6 サイズですね。で、こちらも2024年10月から2025年12月まで使えるダイアリーになってまして、こちらの方は、はい、こういった感じのウィークリーのブロックタイプというね、フォーマットになっております。まず表紙から説明させていただくと、まずこちらのタイポグラフィーにゴールドで縁取られている。この技術が結構難しいらしいんですよね。しっかりとこうずれずにきちんと箔を合わせるっていうのがなかなか難しいらしいです。ね、とっても素敵ですよね。あと、ここ、表紙と中の紙がね、すごくぴったりになってるんですよ。これも結構難しいというか、ね、しっかりとされた製本技術で素晴らしいですよね。中見ていきましょう。こちらが、はい、イヤーカレンダーがあって、イヤースケジュールがあって、マンスリーのページが最初にあって、でウィークリーのブロックタイプ、こちらの方は見開きで1週間ですね。後ろ行くとこちら方眼のメモのページ、こちらが22ページあるそうです。あとは、はい、方眼メモのページの後ろには、こういったインフォメーション、マップ、あと路線図ですね。はい、こちらが載っておりました。なんかおしゃれですね。はい、こんな感じになっておりました。はい、それぞれのダイアリ見てきたんですけれども、私の使い方についても説明していこうと思います。まずこちらですね。こちらは先ほどもお伝えしていた通り、この机の上に置いておいて、まあ、いろいろね、スマホを見ていると、いろんなイベント情報とかを見つけたりするので、それをパパッとこうこちらに書き込んだりとか、あとちょっとこういうことしていこうかなみたいに考えたものを書いたりするように使っていくっていうものになります。雑記帳とはね、また別で、まあ、イベント情報とかそういった情報っていうのをまとめるのに使っていくものになります。で、こちらの M サイズの方は、私いつもね、仕事に行く時とかも、持ち歩き用で M サイズのルルバンを持ってるんですけれども、その持ち歩き用で使うと思っています。持ち歩き用じゃあ何書くのっていうことなんですけど、休憩時間の時とかにスマホを見てたらイベント情報とかが知ることあったりして、でスマホのスケジュールに書くこともあるんですけど、やっぱりね、紙にも残したい人なのでこっちに書いたりとか、あとちょっとしたメモとかを書きたいなっていう、例えばアイデアとかそういった時の記録用っていうのにも使ったりするので、これは持ち歩き用ということで使っていこうと思っております。そしてこちらの毎年使っている L サイズのロールバンダイアリーは、いつも YouTube のね、どういうことをお伝えしようかっていうのをメモに取っていたりする一冊としてね、使っているので、これは YouTube 用に使っていこうと思っております。で、最後こちらの方は、初めて私ブロックタイプを手帳で購入したんですけれども、一日一日デコをするように使っていこうかなっていうふうに思ってます。はい。
でまだあるっていうねはい、こちらの方は直営店さんじゃないお店で購入したロールバーになります。こちらは、はい、スネークのデザインの L サイズのクリームの色ですね。お値段税込み価格1595円のものになっております。これはね、やっぱりヘビといったら緑だろうっていうので、お披露目会の時にも実は買おうとは思ってたんですけど、これはお店に並ぶんじゃないかなと思って、だったらねお店でも1点買いたいなって思いがあったのでお店で購入しました。文具店さんですね。でこのねリングが緑なのがまたいいんですよね。はい、ここにも惹かれちゃいました。そしてはい、こちらはディズニーストア限定のロールバンダイアリーですね。これも可愛かった。毎年ねディズニーストアのはプーさんの購入していて、子供のねいろいろ記録用に使ってたりするんですけど、今回このドナルドのデザインがめちゃくちゃ好きなデザインすぎて思わず買っちゃいました。なのでこっちはちょっと使う用途まだ決められてないです。こっちのスネークの方もこれも YouTube 用のいろいろどういうことしようかなとか、なんかそういう記録用で使っていくノートとして使っていこうと思ってます。じゃあねこの2冊、こっちはねさっきのL サイズのダイアリーと中は一緒なので、この2冊中見ていきたいと思います。はい、プーさんの方がこちらですね、税込み価格2200円になっております。中がねまた可愛いんですよ。あとディズニーストアのロルバンダイアリー、去年のもそうなんですけど、これ見てください、表紙がこういう感じになってて、これここだけカスタムで外して表紙に穴を開けて好きなデザインとかを埋め込んで、こうこれをつけたらオリジナルのロールバーンダイアリーできそうですよね。はい、そんなことを思いながらも見てました。そしてかわいい、開けたらめちゃくちゃかわいいプーさんがこっち見てるんですよ。こんにちはって言ってそうな感じしません？めちゃくちゃかわいいんですよ。はい、でここは一緒なんですけれども、はい、マンスリーのページにはねこういう感じでデザインがあるのもいいんですよね。かわいい、かわいい。毎月見るのがすごい楽しみになりますよね。はい、こういう感じでね、メモのページにもプーさんが描かれてるんですよ。はい、でこちらの方もポケットが1、2、3、4、5枚ついてますね。はい、こんな感じになっておりました。ちなみに今使ってる2024年のこちらの方はポケットのページがまだね12枚なんですよ。はい、通常このポケットの枚数が2024年の10月から発売されたその2024年版から12枚から5枚に減ったんですよね。でもディズニーストアとかお店限定のものはまだポケット枚数12枚だったんですよ。ですけど25年版からやっぱりこっちの方もそのお店限定の方ですね、もうポケット5枚になっちゃいましたね。残念。はい、でドナルドの方も開けていきたいと思います。はい、ドナルドの方もこちら税込み価格2200円になっております。じゃあ見ていきましょう。今はプーさんが一番好きなんですけど、学生の頃はずっとドナルドが好きだったんですよね。そう、ある時からやっぱりいろんなものそうなんですけど、クマさんが好きになって、プーさんがどん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 やっぱり好きだな、可愛いなって思うようになったんですけど、それまでは使ってるクリアファイルとかはドナルドがほとんどでしたね。はい、でポケットが、はい、こちらも5枚ついてる感じですね。はい、こんな感じになってました。かわいい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。2025年版のロルバーンもすっごいかわいいデザインばかりでしたね。でもね、ブックマーク、こういう感じのブックマークとか、あと新しくこういったねゴールドのブックマーク、冒頭のねデルフォニクス大阪店さんのお店の様子
撮らせていただいた動画にも映ってたと思うんですけれども、こういったブックマークの他にも、あと新しく発売されたテンプレートデコレーションとか、あとプロテクターカレンダーっていうのもね発売されてまして、でこの他のブックマークとかそういったテンプレートプロテクターカレンダーは私ウェブショップの方で購入したので、そちらも届いたらまた紹介しようかなというふうに思っております。あとね、実はこう一緒に使ったら便利だよとか、あと可愛いちょっとね組み合わせとかも見つけたりしたので、それはねまた別の動画でご紹介したいなっていうふうに思っております。それでは今回の動画も最後まで見てくださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。